はいどうも。はいどうも、お疲れ様でございます。パテモス兄弟でございます。あ、というわけで本日は豚と茄子のピリ辛炒めでございます。まあ麻婆風に、焼き麻婆風にしてますね。味付けはごま油で、ニンニクを炒めて、そこに茄子と豚肉をぶち込んで、塩コショウして炒めて、で、炒まりました酒と、シャンタンデラックス少々と、豆板醤と甜麺醤入れまして、あえたのみです。いただきます。乾杯。ダクダクレモンサワーいただいてます。お気に。ただいままだ7時半前ですね。嬉しいですね。ナスミがちっちゃくなったな。だいぶ持ってかれたな、熱に。いただきます。あ、うまっ。うまっ。どんだけ染み込んどんねん。味がどんだけ染み込んどん。飯食いて。肉も柔らかくてうまい。豚肉はちなみにこの間生姜焼きに作った時と一緒で、小麦粉がまぶしてあります。こんなもん酒進むに決まっとるやんね。もう一杯いただこう。そしてもう一本、二本冷やしとこう。やだ、最高だわ、ほんと。さあ、明日はもう本当に、ちょっと今回ね、今週いろいろちょっとやることがありまして、私、とりあえず明日、前の家にある水槽の中の魚を移動させて水を抜いてきます。で、そこに、もうまだこれぐらいの、3センチか4センチぐらいの魚も1匹いるんですけども、そいつのために30センチの水槽を立ち上げようかな。それはもうちょっとアクア動画でもやると思ってるんですけど、30センチの水槽を若干水草水槽地味にやろうかなと思ってます。その水槽を、どこに置こうかな。職場か。まあ、ここでもええから30センチぐらいだったら。で、いずれ多分60センチの、奥行き45センチの水槽があるんですけども、そいつはこの部屋に置くことになるかな。あれ持ってこなしゃあないよな。120センチの水槽もまああるんですけど、これはちょっとすみませんけど屋外で一旦保管と、うん、ブルーシートで包みまして保管となります。うん、あとのまあ水槽たちはもう地元で1000円ぐらいとかで出してみっか。全部オーバーフロー化しちゃうんでね。欲しい人も割にいいんじゃないかな。オーバーフローって加工するのはめんどくさい人が多いからね。水槽に穴開けたりせんなし。うちのはでも30缶って言って、管が水6つ。大中小って中に入ってるんですけど、それにしてやるから、うん、欲しい人がいると思うけどな。うん、うん、この間の生姜焼きはちょっと焼きすぎだけど、これめちゃめちゃジューシー、うめ。また明日、あ、まだ肉はしてか。今週の買い物はまだええか。どうする？明日だけど、久々に月曜から弁当食べたいな。久々に、多分2週間ぶりぐらいのせいでね。うん。先週食ってないだけじゃないかな。明日でね、これね、買ったらね、スタンプ溜まるんですよ、20個。うん。20個も買いも食った気持ち、記憶はないんやけど、20個貯まるんですよ。多分この間お姉さんが、
もうちょっとでまだ溜まります、え、まだ一回も溜まってなかったんですかって言われてね、何個はねポンポンポンと押してくれたの。何でやろみたいな、で、ま、押し忘れてたかな私みたいな感じでさ、ポンポンポンと押して、絶対押し間違えてないと思うけど、押してくれたから明日に20回食べたことない。ま、間ね、あの手伝いに来てくださった方2人にあの唐揚げ弁当をご馳走したんで、2食は俺は食ってない。今日は18回も食ってないよね、18回もね、唐揚げ弁当食ってないけど、明日で溜まるんですよ、ポイントが。嬉しいな、ナスうまいな。今日一日雨でしたね。もうちょっとさっき読んでたけど、明日は晴れるんかな。じゃあ晴れてもらうの魚とか持ってくるの、まあめんどくさいかな。車の中乗っけなあかんし。クーラーボックスで注いでもいいか。どういう段取りで行こうかなと思ってさ。今週って来週か。明日からね。この1週間は割にちょっとアクア寄りの1週間になるやろな。で、明日じゃない、次、その次の月曜日はまたお手伝い来てもらえるんで、その時にでっかい水槽とか撤収して、まあね、やっぱ掃除って上からやっていかへんとダメなんで、2階から片付けをしていこうかなと。あと、まあ冷蔵庫また捨てに行きたいなと思ったりしてますんで、うん、この間いきなり粗大ごみ回収してくれると思っていたら、連絡もらいましたっけって言われて怒られちゃったんで、うん、連絡してから来てくださいって言われたんで、とりあえず連絡しなあかんな、うん、いや今日言うて今日持っていくとかありのかな、あれあれのってどうねんの、うん、うめえなこれ、ホイコーローみたいになってる。この後バイオハザード RE2 ある一 RE4 やろうと思ってるんですけど、バイオハザードのリメイクね、 RE リメイク、椅子そんなうるさい、なんかコメントで椅子うるさいとか書いてあって言ってさ、もうじゃあもう椅子代よこせっつってね書いといてきましたけど、そんなギーギーじゃん、うん、本当に。あと、あのこの間、まあまあ、たまに定期的に来るんですか、いるんですけど、食いながら喋るなってやつね、うん、じゃあ俺の動画見るなって話だ、俺の動画はいつでも食いながら喋ってるから、それを見たお前を恥じろバカと、うん、まあ、何も言ってませんよ、ただもうブロックして、あれ何か言ったっけ、何か書いといてあったかな、忘れたらもう通りすがりのアンチぐらいはもう分からないんで、なんか罵倒したような気がしますね、そいつは。猫が寝てますね、見えないけど。みなちゃん、寝てんの、そこで。なあ、撮影中反対向けられるな、私な。ピダコ、あの上寝てましたよ。汚いな、あちらがっても片付けたいんだよな、この家も。でもできねえんだよ、本当に。とりあえず職場と前の家を優先して片付けんなんから、そっち終わってからねとこの家できないんで。もう住めちゃってっからね、言ってもね。生活はできてるからさ。でも、まあ、後でもいいかなと。あと、本当は家の玄関に120センチの、奥行き60センチの水槽を置いて、そこで金魚を飼いたいんですよ。それが、まあ、最終かな。アクアの。うん。でかいのね。まあ、あの、180センチ、高さ90センチのでかい、一番でかい水槽と、2メートルと、奥行き60センチ、高さ60センチの水槽と、で、その、120センチの水槽、リスナーさんからいただいたの。120センチ、奥行き60センチ、高さ45センチの水槽。それはもう、ヒーターとか入れずにやりたいから、玄関先で、
くんよ。うん、アニマルバテマソといえば金魚、デメキンを飼いたいというところから始まってますんで、まあ原点に戻りまして、デメキン、ほんとダルマリュウキンとかね、オランダシシガシラとか、その辺行きたいんですけどね、丸物ね、やっぱり丸物難しいんだよ。オーバーフローで、ろ過しっかりして、うん、ベアタンクって言って何も入れずに、の状況で、ちょっと次は、やってみようかな。あと、まあ、黒水槽にしたいな。底面と、背面は。うん、なんかその辺はアプリケーションシートじゃない。なんかそういう、車のスクリーンみたいなの貼ってね、作りますか。うん。今日のおやつちょっと出しとこうか。昨日はね、実はゲームしてなくてね、ココナッツサブレ食べてたんですよ。ちょっと何にしよう。あこれもらったやつ、ちょっと動画で食べよう。なかなかやっぱいただいたもん、動画でね紹介して。俺これ前もらったんだよ。なんかもうベタベタしてる。合成界面活性剤いるな、これ。合成界面活性剤、フルネームでね言うてる。合成界面活性剤略されへんね。あるいは熊田正史みたいなもんね、うん、熊田正史も略して言われへん。熊正とか言われへんもんね。正史とか熊田とか、あ、熊田って言われてるか、芸人同士はね。熊田正史はフルネームかも。なんか乾杯。日高通るぐらいか。じゃあこれいくか。バターバター、バターバター、リンダリンダみたいになってんの。綺麗に焼きよう。箱綺麗やな、こういうのな。いいね。うん。いただきますか。これ、スポって抜けにしよう。ここにテープ貼って。あ、抜ける。バターガレット。アナベル・ガトーブらしい、知らんわ。バターガレット。ガレットって何なの。カルテットとかと。あら、なんかこんなやつですね。ありがとうございます。バターバトラー。バターバトラー、バターバトラー、うん。バターと戦ってんのかな。ガレットというのは、ね、皆様。こんなことやつ、こんなやつ。うわ、すごいな。うまい。バターの香りすごい。バターがサクサクしてるのに、もう一個だけです。もったいないけど。あんま泡で食べるもったいないもんな。ちょっとナッツとかも入ってんのかな。香ばしいわ。これ何しょ？これね、お気に入りの CD でも入れとこうかな。箱置いといてな。こちら。あ、ストロベリーマスカルポーネ。クッキー10ピース入ってるって。これどうやってやるの？あ、ここか。あら、もう、牛が、牛のね、なんか絵が描いてあるね。ピンクでね、シールでこれもまあ。ドライヤーで温めて綺麗に撮ってね、車に貼りたいぐらい可愛らしいシールがね、あります。終わらー！お箸20銭ぐらい入りそうなケースになってますね。素敵ですね。箸箱になりますよ。20人分のこれね。素敵です。東京ミルクチーズ工場。東京ミルクチーズファクトリー。東京ミルク工場ってこれ日本語で書いてあるんだけど、東京ミルクチーズファクトリー。もうファクトリーか工場かだけの違いね。うん、それぐらいで日本語で結構英語に読されてるよね。蜂蜜ゴルゴンゾーラクッキーとかもあるんや。で、ソルト&カマンベールクッキーもあるわな。チーズフィナンシェ
シーズフィナンシェのソルト&カマンベールもありますね。うん、そしてミルクチーズケーキ、うわそういうのもいいなと。どこか懐かしくもあり少し驚きのある。驚くの？マジかよ。厳選したミルクと漁師さんチーズの美味しい組み合わせ、孫を込めて工場からお届けします。ありがとう。それはね、私の友人がね、新築祝いでくれたから、最終的に届けたのは友人でございました。ストロベリー&ミスカルポーネ、ミスカルポーネやな。すごいね、チーズおかきもこんな薄ないわ。チーズおかきの火じゃないぐらいの挟み方してるこれ。すごいな、こんな薄く挟めんやな。だって蒸せたらチーズが一番分厚いもんな。いただきます。うわ好き。私ね、アンリーシャンパン、パンティエ。でもこのラズベリーとストロベリーのやつが一番好きなんですよ。香りすごい。うまいな。うまいな、これ。あ、10ピースっていうことは2個ずつ食べたら1週間もたへんやん。マジかよ。わあ、もうもったいないかな、2つも食べんの。これちょっとあれしよう、バイオハザードチャプタークリアしたら食べるご褒美とこ。はい、というわけでパテマさん16分もやったんかよ。この辺で終わりたいと思います。うん、ピラちゃん、ピラコできた。ピラコ、え、おやはよ。ピラコ、ダッシュ。匂いだけ嗅がしたろ。匂いだけ嗅がしたろ、おやはよ。どうこれ、次。はい。ピラコ、これは。はい、うまいだ。ピラコもね、ちょっとお裾分けで、香りだけ嗅がしてあげようかなと思います。どう？美味しそうな香りしてるやろ。せやろ、いい香りしてるやん。香りしてんな。こっちもいい、美味しかったよ、ピナちゃん。これほら、いい香りしてるやろ。もう食べてないけど。舐めんの、舐めていいんやん、これも。すごいな。猫も袋を食べたがる、美味しいお菓子でございました。はい、バイバイ。というわけで、お疲れ様でございました。ほな。